はい、クヤファンクでーす。はい、今回も入荷情報ということで、どうしました？いや、良さそうですね、なんか。いや、もうだいぶ良さそうですよ、今日は、ね。ムーンでございます。オムーンじゃないですか。オムーンでございます。オムーンの、これちょっとジャズベになるのか？ジャズベですね、一応ね。はい、ボディーがアッシュ。すんごい良さそうなアッシュですよ、これ。はい。ワンピース。ワンピーですね。うん、これも PGM だね、作ってるのね。PGM ですよね。シバンエボニーです。で、ブラスナット。90年代かな。うん。これなんかあれやね、ムーンのロゴでなんかわかるんだよ。ムーニーロゴとかあるでしょ？そうそうそう。それ何ロゴになるんですかね？ちょっとわかんないですね。綺麗なんですよね。いや、めちゃめちゃ綺麗だね。めちゃめちゃ綺麗なんですよね。で、ピックアップだけバルトリーニに交換されてると、うん、バルトリーニってさ、どこの国のやつなの？ピックアップ、イタリア2だからね。うん、俺もすごい気になる。バルトリーニってイタリア、アメリカ、イタリア。でもなんかイタリアじゃないイメージはあるな。名前的にはあれだけど、どんな、なんでそんな人気あるのかね、ピックアップ。ベースのその辺のことはあんま詳しくないですよね。よくさ、バルトリーニ変えたいって変えたいって言ってる人多いじゃん。あ、多い多い。あれ何なんだろう、やっぱ多弦ベースとか多いよね。あ、そうなんだ。これの予言ですね。まああとベースはやっぱね、アクティブ。あ、そうかそうかそうか、うん、使う人多いから、ね、これアクティブですね。アクティブですね。アクティブですね。はい、アクティブですね。はい。で、この辺に EQ が、 EQ ついてますね。これ何ついてる？え、パッシブとか。あ、なんかそうですね。パッシブでも動くようになる。ああ、なるほど。パッシブとアクティブの切り替えと。お。ちょっとまあよくわからないですけど、そういうことです。はい。フレットはどんな感じですか？フレットはちょっとだけ使用感あるかな。うん。でもこれから使用する分には全然問題ないですね。問題ないですね、はい。じゃあベーシストじゃない金券ちょっと聞いて。なんかこういうこっち系とか。あ、そう。ちょっとね、ベーシストじゃないからね。神々や。なんかワイドレンジすごい。あ、多彩な音作りが多分。なるほど。90年代ベース。ちゃんとしたベースって感じ。フュージョンとか。そっちテクニック系の人はすごいいいと思うな。まあでも全然綺麗だね、うん。めちゃめちゃ綺麗だね。こちらがですね、もう値段いっちゃいます。はい。12万8000円の消費税。はい。という形で、ちょっとね、アクティブベースこれから使ってみようかなという方。素材考えたらもう激アツじゃない？そうですね。今これありえないでしょ、はい、ありえないです。ありえないです。ありえないよね。ありえないです。もうムーンとか PGM のギターって、多分倍価が今30超えるから。うん。ね、そう。アホ、これ超安いと思うよ。うん。アホとか。アホみたいにやつ。倍価が30超えるので、そう考えたらめちゃめちゃ安いと思います。うん、まあ、ね、日本製などしっかりしてますし。うん、しっかりしてるわ、うん、これからどんどんね、貴重になっていく木もふんだんに使ってますから、うん、はい、いや、えらいことだよね、うん、まあ、だからこうピックアップをね、一応グレードアップされてるってことだからね、うん、ということで、今回商品紹介はムーンのジャズベース、オムーンのジャズベース。
ちょっと重量はまあまああるな。そうですね、しっかりした重量ありますね。はい、12万8000円の消費税でございます。今夜ファンクでございました。